ただいまから知事の記者会見を始めさせていただきます。最初に知事からお願いいたします。本日関西においては大阪、京都、そして兵庫に緊急事態宣言が発令させる見込みというふうになっています。明日14日以降についてこの緊急事態宣言下に入ることになると思いますが、その中で府民の皆さんへのお願い、事業者の皆さんへのお願い、なんとかこの感染の収束を集中的に行って2月7日まででこの感染を大きく抑えるということにぜひご協力をお願いしたいと思います。今日は先日その本部会議でこの方針を決定しましたが、その中身について詳しくまた説明をさせていただきます。そして大阪の感染状況、ここに至るに至った経緯についてですけれども、この間11月22日に490名ということで、それまでではあの過去最高の陽性者の数字の判明がありました。その後この12月中はなんとかこの感染拡大については皆さんのご協力も得て、抑えてこれたというふうに思っています。その11月の最高数を記録した以降、徐々に陽性者は減ってきて、大体300人前後ぐらいでこう推移をしてきたわけでありますが、それが年明けまで続いてました。ただこれがですね、1月の6日にこう一挙にぐんとまさにこの天井突き破るような形で560名の陽性者の判明、これは判明日ベースですけれども、560名の陽性者の方が明らかになったと。そして翌日は600名を超える陽性者の方が明らかになった、約倍増したというのがこの1月の6日7日で判明したということとなりました。またその1月の7日には東京において2400名を超える陽性者が一気にこうぐわっと上がる、そういったことも報道がありました。その中で僕自身の判断として、なんとか12月中は抑えてこれた傾向にありましたが、まずやはり大阪と同じような大都市圏、ここでコロナが広がりやすいんですけども、その首都圏において感染がものすごい拡大で伸びていっていると。そして東京は2000件を超えたと。大阪だけがこの陽性が右肩下がりになるというのは考えにくい状況になるんじゃないかというのが一つ、特に大阪と東京の人の行き来というのは大阪と和歌山の人の行き来よりも毎日の行き来が多いというような状況ですので、やっぱり経済的にもつながっていると。大阪と東京というのは実は距離は離れてますけれども、人流という意味ではそんなに遠い距離ではないということ、そして都市の国家構造を見ても大阪は感染が広がりやすいということ、そして特に冬場、インフルエンザもそうですが、冬場にはこのコロナというのは感染力が拡大する、人の抵抗力も下がるという中で見たときに、2日間の陽性者の数ではありましたが、その後これは拡大するだろうと、そう判断すべきだというのが一つ。そして、医療体制、これはもともと非常に逼迫した状態の中でのこの感染の急拡大という状況でもありましたので、僕から西村大臣にこれは緊急事態宣言を発出すべき状況だということでお願いを申し上げました。これが先週の土曜日になります。そして本日国において緊急事態宣言が発令されるということになるということであります。1月の先週の土曜日の段階でこの感染の状況でしたから、その後も600名を超えた、次は650名という数字になりました。これは今の大阪の医療体制で見ると、このままいけば医療も崩壊してしまうという危機感と、感染があと右肩上がりで上り切ってもう増え切ってしまうと、もう対応もできなくなるというふうに考えましたので、僕としては医療緊急事態宣言をやっぱり発令をして、そしてなんとかこの感染を抑える必要があるというふうに判断したわけです。ワクチンについても3月末からということでもありますし、冬場は感染力が高いということなので、この一冬についてはむしろリスクの方が大きく高いと、なんとかこの一冬を乗り越えなきゃいけないということで、その判断をしたというわけであります。ですので、これは飲食店の皆さんや、この緊急事態宣言が出ることによって非常に大きなダメージを受ける皆さんもいらっしゃると、それも重々承知してますが、この社会経済におけるダメージも最小限で抑えるためにも、今この場で感染拡大が伸びきってしまう前にやらなければならないと判断したところでもあります。ですので、ぜひこの緊急事態宣言における対応についてご協力をお願いしたいと思います。
特に増えている傾向としては20代の方が陽性者が増えています。20代の方、いや自分は死亡率低いよね、重症化なりにくいよね、思われている方多いと思います。確かにそういった側面は事実としてこのウイルスにはあります。でも一方でこれは高齢者の皆さんにとっては、もう致死率 10% を超える、非常にリスクの高い、そういったウイルスでもあります。誰かにとって大切な人の命が失われる可能性が非常に高い、それは20代30代若い皆さんのこの行動によって、無意識のうちに広まってくる、そういった傾向もあるということでありますので、その命を守るという観点からも、そして、医療が逼迫して医療が崩壊してしまうと、コロナ以外の病気で助かるはずの命も助からない可能性になってしまう、そういったことを防ぐ観点からもですね、この緊急事態宣言の措置へのご協力をよろしくお願いしたいと思います。まず府民の皆さんへのお願いですけれども、この2月7日までの間、不要不急の外出をお控えをいただきたいと思います。特に20時以降の不要不急の外出については徹底をお願いしたいと思います。もちろんこれは移動も含まれますので、首都圏との往来、他府県との往来、これどうしても仕事という方もいらっしゃると思います。テレワークをこの後お願いしますという話をしますが、その中でもできるだけテレワークをすることをお願いしたいと思いますし、特にこの首都圏との往来、これについては強く注意をしてもらいたいと思います。お控えをいただきたいと思います。2月7日までです。25日間ですので、なんとかこの期間で感染を今ぐっと右肩に上がってますが、これを抑え込むということをぜひやりたいと思います。次お願いします。イベントについてです。1月17日同じ期間、2月7日までの間ですが、5000人以下、そして 50% 以下のどちらか少ない方で、これはお願いしたいと思います。そして新年会であったり、あるいはもう合宿交換会だったり、新年の挨拶回り、その後の飲食、宴会、どんちゃん騒ぎ、そういったことにつながる、そういったものについてはぜひ自粛をお願いしたいと思います。合わせて、20時以降このイベントについては、20時以降のイベントについてはお控えをいただきたいというふうに思います。で、基本的にこのお願い事項につきましては、緊急事態宣言下でもあります。これは法律上国が定める基本的対処方針というのがありまして、それに基づいて知事が実行していくということになります。ですので対策の中身は基本的に、今感染がかなり拡大している首都圏と同じ内容をお願いするということになります。ちょっと戻ってもらっていいか。次お願いします。で、飲食店です。これ飲食店が悪いというわけではありません。ただどうしてもこのマスクを外して、このお酒を飲んで大騒ぎをする、おしゃべりをしてしまう、狭い空間でそういうことが起きる、飲食の場で感染が広がってきているというのも、そこは発火点になっているというのもまた事実でもあります。だから飲食店が悪いわけではありませんが、この感染が広がっている状況下においては、8時以降のこの飲食、それについては控えて、飲食店については、時短のお願いをしたいというふうに思います。エリアについては大阪府域、全域です。我々の計算では約10万店が対象になるかというふうに想定をしています。お酒、居酒屋を含む飲食店、それからお酒を提供しない店も含みます。喫茶店等も含みます。ただ宅配とかテイクアウトは除きます。それからバーとかカラオケボックス、そういったところ、遊興施設ですけども、遊興施設でも飲食店業の許可を取っているところについてはこの対象になります。お酒については朝の11時から夜の19時まで、そして営業時間については午後8時まで、夜の20時までの短縮のお願いをいたします。これは特措法24条9項に基づくお願いです。次お願いします。これにご協力いただいた店舗の皆様に協力金の制度を準備しております。25日間で150万円の協力金のお支払いをいたします。150万円でもこれは家賃も高いし、エリアもそんなんじゃ足りないよとおっしゃる事業者の方たくさんいらっしゃると思いますが、ここはなんとかこのご理解をいただきたいというふうに思います。で、それの要件を満たす事業者、ぜひ注意していただきたいんですが、
この中で、特にですね、この感染防止対策を取っている店であること、感染防止宣言ステッカーを取得している店であることというのが要件になってますので、まだ感染防止対策を取られてないという飲食店がありましたら、ぜひこれを機会に取っていただきたいと思います。これまで大阪市内を中心に時短要請をしてました。で、大阪市内で時短要請をするときはこの感染対策を取り宣言ステッカーを取得しているというのが要件になってましたから、大阪市内の店舗におかれましては、そこが行き渡っているところもあろうかと思います。今度は大阪府全域にこれを広げていきます。またお酒を提供する店以外にも飲食店を広げていきます。これは大阪市内も一緒です。そういった意味で今まで対象になってなかった飲食店の皆さんもぜひこの感染の対策を取っていただきたいと思います。もうすでに十分取ってるよという店多いと思いますが、今回の支援金の支給要件もこの感染防止宣言ステッカーを取得していることが要件になります。で、対象店は大阪府域、これは店単位です。本店の所在地がどことか事業所単位ではありません。店単位で大阪府内にあるかどうかです。そして、先ほどの時短のお願いを遵守をしていただけるという方です。そしてステッカーを取得されている方、あとはもう必要な営業に必要な許可を取られている方、これはまあ違法営業ではないと、そういうところでありますが、この要件を満たしている方、事業者の皆さんでご協力いただいた皆様に、先ほど の協力金を支給をいたします。時期についてですが、2月7日までが期限ですので、2月の8日に受付を開始をいたします。申請方法については大阪府のホームページで出していきますので、ご覧いただけたらというふうに思います。それからなかなかこれでもわからないよとおっしゃる方はたくさんいらっしゃると思います。1月、13日にですね、このコールセンター、相談センターを立ち上げましたので、このコールセンターの方にお電話をいただけたらと思います。0662109525、朝の9時から夜の19時まで、受け付けていますので、この店舗の皆さん、どういう場合にこれ当たるのということについて、あるいは宣言ステッカーの取り方、非常に簡単に宣言ステッカーは自体は手続きは非常に簡単です。ただもちろんこのお店で対策を取っていただくという必要があります。ぜひ飲食店の皆さん、本当に厳しい中でも、12月もお願いしてましたから、厳しい、特に大阪市内厳しい中でもさらに厳しい、ちょっとお願いをすることになりますが、ご理解をご協力をいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。次お願いします。これは法律上の要請ではありませんが、事実上の協力をお願いしますということについてです。運動施設や遊技場、映画館、劇場、演芸場、集会場、博物館、美術館、等々につきまして、同じように、営業時間、を8時まで、にお願いをしたいというふうに思います。その他の、遊興施設、お酒の提供をしない飲食店業の許可を取っていない、遊興施設もそうですし、物販1000平米以上の物販店等も含めてですね、この営業時間の短縮をお願いしたいというふうにお願いします。20時が一つの、基準になっています。それからネットカフェ、漫画喫茶等、これは宿泊を目的とした利用される方もいらっしゃいます。そういった意味でネットカフェや漫画喫茶についてはこの要請の対象外にしたいと思います。次お願いします。それから経済界へのお願いです。経済界へのお願い、特にですね、テレワークをお願いしたいと思います。できるだけテレワーク、この7割削減、出勤者の7割削減を目指すということで、テレワークの推進をお願いしたいと思います。これは改めて大阪府から経済界にも申し入れをいたします。出勤が必要になる場合でもですね、時差出勤であったり、自転車の通勤であったり、ローテーション勤務であったり、さまざまな方法を駆使することですね、この出勤者数を減らすということをぜひお願いしたいと思います。そして20時以降の勤務についてはできるだけ抑制するようにご配慮をお願いしたいと思います。また新年会等々、会社ではそういったのがあると思います。挨拶回りだったり、合宿交換会、これもちょっと今年についてはこの状況なので控えていただければと思います。次、大学です。大学についてはこの感染防止策ということで、もちろん大学は学ぶところですから、学ぶというのは当然前提とした上で、
この遠隔授業であったり、そういったものについての、利用についてもご検討いただきたいと思います。たださらに、お願いしたいということとしてやっぱり部活動です。部活動、課外活動、学生寮における対策、それは飲み会、コンパ、そういったところで広がっている場合が非常に多くあります。大学の中のお勉強で広がっているというよりは、こういったところで広がっている、大学生が集まって飲み会、宴会、コンパ、運動部、みんなで集まってやる、そういったところで広がっているというのが、我々保健所で調査してもやっぱり出てきてますので、そこについても注意喚起はぜひ大学の方で徹底をしてもらいたいと思います。はい、次お願いします。で、今後さまざまな緊急事態宣言のこれどういうことなの、先ほどは時短勤の相談の窓口でしたが、それはそれで専門で作ってます。専門の回線を作って、15回線でしたかね、かなりの数を作って準備をしてます。それとは別に、こちらの方でもこれは緊急事態宣言そのものについての時短の飲食店以外の相談、一般的な相談たくさんあると思いますので、これについてはこちらの方にお電話いただけたらと思います。06-4397-3268 です。府のホームページで FAQ なんかも掲載していますので、FAQ で分かる範囲も十分あると思いますが、ぜひ、それを FAQ をご覧の上ですね、どうしても FAQ にも載ってなくてよく分かんないねということについてはこちらの方に直接お電話をいただけたらというふうに思います。次です。ちなみに協力金のコールセンターの回線は専用回線10回線で、先ほどの方は15回線を準備をしています。次お願いします。女性の活躍促進に向けた現状と課題と、そのこのドーンセンターで行う、イベント、このイベントについてはウェブ開催に変更になりましたけれども、それについての案内です。現状ですけれども、この性別の役割分担意識、そして家庭生活の状況、そしてコロナ禍において特に女性に及ぼす影響が強いという傾向が見えています。その中でのこの課題解決に向けた取り組みです。大阪府において、性別の役割分担意識が依然として存在していると。そして男性の育児家事への参加、これも低調な状況という中で意識改革が必要だということです。そして、緊急調査アンケートを行いましたけれども、女性の家事負担が非常に増えたと、コロナ禍において非常に増えたという、このコロナにおける問題も出てきているところです。収入が減ったというのも、コロナにおける収入が減ったというのは女性の方が男性より割合が多いと、高いという状況も出ています。次お願いします。その中で、この女性の活躍促進と共同参画ということで、このしかもコロナ禍で困難を抱える女性の支援という目的で、ドーンデキラリ 2days を開催をいたします。これはもともとはそのドーンセンターにお越しをいただいてやる予定をしておりました。また東京の講師の方もお越しいただく予定でしたが、原則この状況でありますので、中止にすることはせず、ウェブ開催で実施したいと思います。また内容面においても、このコロナ禍においてすべきものだというふうに判断をしていますので、ウェブ開催を中心に実施をいたします。1月22日から23日の金曜日、土曜日、場所はドーンセンターです。で、まず、この1月22日金曜日ですけれども、女性活躍推進セミナーということで、この女性の社会進出であったり、この男性の家庭進出がまさにジェンダーギャップを埋めるということで、この貴重の講演をしていただくということになります。ジブレンゲさん、ジャーナリストの方に講師として行っていただきます。基本的にウェブですでやっていただけますが、どうしてもこのウェブが使えないという方で、今お一人お一人に連絡してますが、どうしてもという方にはドーンセンターにお越しいただくことになりますが、ここはきちんと感染症対策をとって実行していきます。またその相談をこの日に相談会を実施します。特にこのコロナ禍において働く女性、また働きたい女性のための相談会を実施します。1月22日、23日それぞれ朝10時から夕方の16時30分まで、これはコロナ禍における離職であったり仕事探し、一人親家庭の生活支援ということで相談員が応じます。ここはウェブではなくて来館して対面で相談をさせていただきます。ただここもきちんと感染症対策を取って実行します。
そして翌日23日ですけれども、野々村由紀子さん、あの著名な方ですけれども、まあ、東京で本来来ていただく予定でしたが、ウェブで参加をいただきます。でこちらも先ほど申し上げたウェブ視聴、ウェブ開催をします。でもう一つ、あの合同企業説明会ということで、女性のための合同企業説明会を土曜日に実施をします。コロナ禍の影響で離職した人の再就職を支援するということで合同説明会を行います。これもあのウェブでやりますし、どうしてもという場合は来館していただいてやり取りもここでさせていただきます。ここでもあの感染症対策を取って実行していたします。もう一つ、女性のための SNS 相談ということで、1月については毎週土曜日、SNS で相談をいたします。まあ、この SNS の相談はこちらの QR を読み取っていただけたらと思いますが、2月については毎週日曜日の10時から18時まで、実施をいたします。まあ、特にこのコロナ禍におきまして、このその女性、特に働く職場の問題、さまざまなあの家庭に抱える問題、意見が顕著にもなってきてますので、まあ、このセミナーの機会、相談の機会をご利用いただけたらというふうに思います。僕からは以上です。それではご質問をお聞きいたします。あのご質問されるときは、あの社名とお名前をあの名乗った上でマイクを通してあのご質問をお願いいたします。それではご質問の方は挙手をお願いいたします。毎日新聞の石川です。1点お聞きします。あの、今日複数の自治体に対して緊急事態宣言がまた追加で発令されるということで、これまであの京阪神の3府県については足並みを揃えた動きをする必要があるということで、同じタイミングで国に、発令の要請をされておりました。で解除のタイミングについても、これはやっぱり足並みを揃えて一斉解除すべきだというふうにお考えなのか、でもしも一斉解除すべきだということであれば、今あの大阪が一番 3府県の中では感染拡大顕著だと思いますけれども、京都とか兵庫が行って感染が収束してきたとしても、まだ大阪が高止まりにある状態というのも今後パターンとしては考えられると思うんですが、その際にはやはり大阪の収束を待って解除すべきだというふうにお考えでしょうか。あのここは基本的には広域連合で判断しましたけれども、京阪神というのは経済活動があの共通していると、まあ、人流も非常に多いと、まあ、これは昨日の本部会議でもやりましたけれども、あの、まあ、大阪兵庫でいくと1日往復でいくと100万人が行き来するというような状況でもありますので、まあ、非常にあの経済圏域としては一体性があるということで、共同申請をし共同で足並みを揃えた対策を取ることが重要だという判断をして、これは広域連合でも方向性を決定をしました。なのでそれがまずはベースになろうかと思います。なのでこれはあの、緊急事態宣言要請の時もそうですし、まあ、解除についても基本的にはそういう考えになると思いますが、ただここはあの最終的にあのそれぞれの知事の判断もあると思いますし、またあの何らかの合意事項を定めているわけではありません。あの要請する時の合意事項を定めましたが、解除の時は合意事項をまだ定めていませんので、そういった意味では僕基本的にはあの方向性というのは足並み揃えた方がいいと思いますが、ただおっしゃる通り大阪がやっぱりこの都心部の中心部として、やはり感染の数も多い、これはもう、まあ、明らかだし、あの減少するにしても普通に考えると兵庫と京都が先に減少してその後に大阪が減少するというので、そのスピード感が違うというのはこれは当然あり得ると思います。その時にやっぱり緊急事態宣言というのは社会経済に与える影響も大きいですから、兵庫県知事、京都府知事というのは選挙で選ばれたあの責任者であって、例えば僕は兵庫と京都の一票あの託されてないわけなので、まあ、そういった意味では京都府知事、兵庫県知事が場合によってはあの自らの判断をされるということも僕は十分あり得るというふうに思ってますが、あのただやっぱりいずれにしてもこの3知事でよく協議をして、決めていきたいというふうにあの思います。あの連携して対応するという部分では変わりませんが、ずっと足並みが一緒かどうかはちょっとここは分からない、ただ連携して協議はあの強くやっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、次のご質問。あの読売新聞の太田です。あの昨日の対策本部会議の中で、あの病床の確保に関して知事は特措法の31条を活用するお考えを示されましたが、本日ですね、あの衆院の内閣委員会の中で西村大臣が、まあ、条文の中にある医療関係者というのは医療機関の管理者だったり院長理事長も入る
との考えを示されて、で現行法でもまあ一定の効果を持つという考えを示されたんですが、こういった答弁を受けて知事として今後31条に基づいて医療機関の管理者に対して病床確保の要請をされるお考えというのはありますか。今曽西村大臣の答弁については先ほどの答弁だと思いますが、ちょっと今の段階で僕自身把握はしてませんが、そういう答弁をされたということであれば、これは大臣の答弁だから国の正式見解だということになろうかと思います。これについては昨日の本部会議で、この医療関係者、改革医療関係者というのは医療機関が含まれるんだろうか、普通に読めば含まれないんだろうけれども、そこにいわゆる管理者とか代表者を入れることで医療機関に対する、要請になるんだろうかっていう、その議論はしたところでもあります。おそらくその答えが今日国会で答弁されたということなので、医療関係者が含まれるということになるということだと思います。であるならば、僕自身としてはやはり今のこの感染をこの拡大傾向を見たときに、この裾野を広げていく、できるだけこの全体の医療資源の中で、やはり1床でも2床でも民間でそれができる力になるところはやっていただきたいというのは変わりはありません。でこれは専門家会議の中でもやっぱりそういった意見も専門家からも出ているところでもあります。なので、これについてその範囲をどこにするのかというのはちょっと精査する必要があると思いますが、特措法31条に基づく要請、お願いということについてのについて、実施するという方向で進めていきたいと思います。ただまずですね、一番大事なのはこれは当たり前なんですけど、感染者数、陽性者数を減らすということが一番大事だと思います。感染急拡大をいかに抑えるかが最も大事だと思います。というのも、いくら医療体制を強化してもやはり医療資源というのはもともと有限です。しかもこの感染症というのはもともとやはりその対応するのがそう簡単ではないというところが出発点です。ですのでもともと有限の中でなんとかこう広げようとしているわけなんですけれども、この陽性者の数の増え方というのが、今例えば東京を見ると一挙に1000人から2000人になっているわけですので、毎日今に1000人台とかが出てきているというふうになったときに、病床のこのいくら増やしても感染者が右肩で上がると、これはもうどうしようもなくなってくるというふうに思います。でそれだけこのコロナの感染力、冬場における感染力、一気に拡大するときは増えてくる力がやっぱりあると思いますので、そこの角度の方がどう考えても医療体制を超える角度よりやっぱり早くなる傾向がありますので、まずはこの陽性者の数を抑えるということが一番大切だと思います。でその上で、例えば今医療事態宣言、緊急事態宣言もやって、なんとか抑える活動もしながら、この感染者がそれでも出てくるわけです。ゼロにならない。その時に徐々に増えたり、何百人か単位で出てきたりという時で、なんとか抑えながら推移している時に、一床一床というのが非常に重要になってきます。でこの一床一床をどう確保するかという点で、今までもうこれは病院にもお願いをしてきてやってきたわけでもありますし、いろんな支援金制度、医療機関、1医療機関3000万円であったり、年末であれば大阪市の独自の1000万円、それから今国でも、これもお願いして実現しましたけれども、中等症、中等症、軽症中等症で900万円一床あたり、緊急事態宣言下において、重症病床であれば1950万円ということの支援策、それ以外にもこれまでのさまざまなこの議論の中で、コロナを受け入れて赤字になるのはおかしいでしょうというので、休床保障であったり、診療報酬であったり、さまざまそういった措置というのは施され、実施されてきている経過もあります。その中で、この病床を増やしてきているわけでありますが、この緊急事態宣言下において、この感染が急拡大している中においてはですね、この裾野を広げていくということも非常に重要だと思いますので、一定の力、レベル基準をクリアする病院、これは特に民間病院が中心になりますけれども、そういったところで1床か2床についてはお願いしたいということを特措法31条に基づいて、要請をするということをやっていきたいと思います。ただこれはもちろん医療業界の皆さん、医療界の皆さんと協力関係がないとなかなかできません。なので、これはもう医師会はじめ私立病院協会はじめ、そういった団体の皆さんとはやっぱりこの行政とか一致団結して
乗り越えなきゃいけないので、一致団結して乗り越える中でですね、まあ、今平時じゃなくて有事なので、そういった中で、ちょっとあのお願いを、ね、していかざるを得ない、うん、そういうふうに考えて、います。でこの基準については昨年の年末に専門家の会議の中であの定められました。あの今大阪に全部で500の病院があるわけですけども、まあ、いわゆるそのクリニックでいくと9000、うん、あの病院に行くと500あります。で500の病院の中で、このコロナを受け入れているというのは80病院です。で500の病院の中でいわゆる救急車がで運ばれて受け入れる病院が二次救急、これが約270病院あります。で270病院のうちコロナを受け入れているのは、まあ、これ公立民間で約70あります。でその270病院のうちで、まあ、この70を除いて200の病院のうち、感染症の呼吸器内科であったり普通の内科さん、内科のお医者さんがいる病院が110あります。110の病院のうち90の病院は感染症対策加算を受けている病院でもあります。まあ、その中で、その110の病院のうち、まあ、少なくとも1床で感染症対策加算を受けているところは2床 お願いしますというのを昨年年末、これはあの医療関係の協議会で決めたあの医学的な基準ですけれども、それが出来上がってますので、それに基づいて、この特措31条、その中でさらに絞り込みをかける可能性があると思いますが、あのそれをすることによってあの特措31条についてはこの要請のお願いをあのしていきたいというふうにあの思います。あのそれで特措法その31条を活用されるということなんですけども、31条の3項の中に、まあ、ちょっと細かい話なんですけども、あの正当な理由がない場合、まあ、要請に応じないときは指示をすることができるという文言があるんですけども、知事としてその正当な理由というのは何であるとお考えかというのと、そのもし仮にですけど当たらればの話なんですが、正当な理由に当たらないと判断した場合は実際に指示まで行うするかお考えというのはありますか。まずあのこの正当な理由というのはこれ法律解釈にも関わってくると思います。逆に医療機関の方からすると正当な理由があれば当然これは拒否ができる。でじゃあ正当な理由って何なのっていうのはこれ明確なこの規定はないわけですけれども、まあ、今民間の医療機関の中でやっぱりいろんなこの受け入れられない理由というのがやっぱり指摘もされています。これは民間は公立と違ってこれ倒産の危険だってあるじゃないかと、コロナ受け入れてクラスター発生したらどうするんだ、動線確保しづらいじゃないか、医療従事者あの職員の理解もなかなか得られない、あるいはこの差別というのがまだこうある中でね、職員の子どもたちが保育所に行きづらくなるじゃないかと、今の地域医療を果たしているんだからそれでいいじゃないかと、それをこうなんか止めてまでこれをしなきゃいけないのかとか、いろんなやっぱり営業上 の理由もあるし考え方というのはあると思います。まあ、その中でただだから僕はさっき言った500の病院すべてにお願いしますということは全く考えてなくて、それをする力がある病院にはお願いしますということを考えてます。でその中でもやっぱりその個別の病院によっては、いやあの我が病院はこういう理由でどうしてもこれできないというのが個別の理由になってくるかなというふうに思いますので、まあ、それが上がってきた時にはその個別に判断をすると、まあ、その時にはあの国にもやっぱりそのちょっと国とも相談しながらですね、で、まあ、当然医療機関ともそのあの敵対関係に立つわけじゃないので、あの協議もしながらあのこの正当な理由があるということになるのであれば、これは、うん、指示はしないということになると思いますし、まあ、正当な理由がないと判断すれば指示をしてお願いするということになろうかというふうには思います。あのただ、まあ、敵対関係に立つつもりはないので、でもこの法律でね、やっぱりあの都道府県の知事としての権限がある以上、やっぱりこれは府民の命を守るという意味でもやらなきゃいけないし、もう全員にいい顔できる、いい顔できるわけではもうないので、そういった意味ではちょっと無理なお願いもやっぱりしなきゃいけない場面で出てきます。現にあの飲食店にはあのお願いをしているわけですから、うん、今は24条9項のお願いですけど、これは45条のお願いになるのもこれ当然あり得るわけなので、まあ、そういった意味で、まあ、医療機関もこの当然社会の一員の中で生活をされているわけだから、この知事としては全体を見た上で、やっぱり医療が逼迫していると、その中で分子としての陽性者を減らすのがまず一番大事だけど、分母としてのこの数を増やしていくという意味でもちょっと民間の皆さんにあのお願いをするということは、あの今もお願いしてすごい協力していただいているとたくさんあるんですけど、その中で見てもやっぱり日本全体のまあ医療の病床数だとか公立と民間の割合だとか、で公立と民間で受けている割合だとか、これはもうご承知の通り、まあ、様々な色のところで出てきてますけども、まあ、大阪でも昨日の本部会議でも出した通り、あれが現状の数字です。まあ、その中でですね、
当然全てとは言えないんですけど、できるところについて、力のあるところについてはお願いしますということの中で、ただやっぱりいろんなやっぱ理由もあると思います。これは正当な理由に当たるかどうか、正当な理由というこの法上の根拠を示して、これはそれでもこれは受けれませんという病院が出てくるかと思いますが、それはやっぱりこう法律に基づく対応ということになろうかと思いますので、その正当な理由、改革、その解釈については、そのやっぱり個別の中身になってくるんじゃないかと、類型的に判断できるものじゃないかなとは思ってます。先ほど言及されましたけども、民間病院、一部、協力に関しては一部にとどまっている、その現状に関して、どうお考えかというのと、あと今後、病床確保する上で、例えば応じてくれた医療機関、応じてくれなかった医療機関に関して、公表するお考えとかはありますでしょうか。まず、公表については規定はなかったんじゃないかな。公表の規定ありますかね。ないですよね。だからそこにその公表の規定がないので、公表をするとかいうことは基本的には考えてないです。で、今病院、どこの病院が受けてるかも多分公表はしないと思いますね。これは日本全国、公立である程度受けてるのはもう周知になってきてますが、その民間の個別のこの病院が今も受けてるところ、大阪府内にもたくさんあるわけですけども、まず公表はしていませんので、これによって何か公表するということはないだろうと、法律の規定にないわけですから、公表にはならないんだろうなというふうには思います。で、あと何でしたっけ。その前、病院が協力が一部にとどまっている現状に関してはどうか。やはりそれは民間病院として判断したときに、これは民間の経営ですから、そういったコロナを受け入れることによるリスクというのは当然考えると思います。僕自身が民間病院の経営者だったら同じように考えると思います。そしてまず公立公的病院でどんどんやってよと、公的公立病院が倒産することはないけども、民間病院は倒産する可能性があるというのは当然まずは考える。これは僕自身も民間病院の経営者だったら考えると思います。で、それだけではなくて、だからやっぱりこのコロナを受け入れることによる課題というのはやっぱりいくつかあって、一つはそこで、まず当然クラスター発生したらどうするんですかということ。ただこのクラスター発生するのは今もこれだけ広がってくると、民間病院でも受け入れてない病院でもクラスターって発生してますので、いつ入ってもおかしくないから、だからクラスターが発生するからっていうのは、きちんと感染症対策を取ればね、僕はそれは一定リスクは抑えれるんじゃないかと。現にそうやってくれてる病院がたくさんあるわけなので、ただそのクラスター発生するんじゃないか。それからやっぱり大きいのはそのコロナの受け入れということで、その営業上の理由ですよね。今現在仮に収支が回ったとしても、それが地域医療ですから、大体地域に知れたときに、新たな患者さんがじゃあ来なくなったらどうしてくれるんですか、コロナが終わった時にちゃんと営業保証してくれるんですか、患者さんが他の病院に行くようになって自分のところに来なくなった場合、じゃあ最後まで面倒見てくれるんですかと言ったら、それはやっぱりそうならないわけです。その営業上の課題は当然あるし、で、それからやっぱりお医者さんにかかる負担、これは大きいというふうに思います。お医者さん、看護師さんの数が、特に看護師さんの数が必要になってくると。そしてどうしてもその治療においても、その数が必要になるという、そしてそれぞれのお医者さん、看護師さんのやっぱり家族さんには心配かかるんじゃないかと。自分がやろうとしてもやっぱり家族のことを思ったらやめようという人もやっぱりたくさん医療関係者にいらっしゃいますから、家族のこと、家族がいろんなこと言われやしないかと、差別ケアしないかと、それを避けるために自分は家族と別生活をするとか、そんなことがやっぱりありうるわけで、その中で民間病院にそれを、民間病院としてはそれはやっぱりいわゆる従業員としての職員のことを考えるとできないよというのはやっぱり課題としてもあろうかというふうにも思います。それからさまざまな動線の問題とか物理的な問題は、これもよく指摘されます。あとは専門家がいないとか、でもこれは重症者をお願いしているわけではないので、軽症中等症、つまり酸素を当てるという行為
と、まあ、この一定の治療、まあ、僕は医療のプロではありませんが、この重症の対応点は難しいと思いますけども、いろいろ専門家の話を聞くと、軽症中等症の対応という意味では、高度に専門的な手術であったり、治療技術が必要というものでもないというのも、これも聞いてますし、それからきちんと感染症対策を取らなきゃいけませんが、これできないものではないというふう、軽症中等症に関しては一定のレベルの病院についてはというふうにも聞いています。陰圧室とかそういう設備についても当然補助の制度もあるし、簡易陰圧テントのようなものもやっぱりあるし、そういった意味で技術的なところではできる病院にお願いしたいというふうに思っています。ただ全ての病院にお願いするつもりはなくて、技術的にできる病院にお願いした時の課題は何ですかという質問だというふうに把握したら、やっぱり先ほどのような経営上の問題であったり職員に対する問題、そういったところが一番大きいんじゃないかと思ってます。でここら辺については先ほどの支援金の制度というのを設けてますので、あとはもうどうしてもこれ有事の状況ですんでね、全てとは言いませんが1床2床はお願いしますと、この裾野を広げていくということが重要だと思ってますし、全体の大阪の病床でいくと8万病床あるんですけども、そのうち7万病床が民間病床です。そう考えたときに、やはりこの医療全体の中でこれを見ていくということをやらないと、とてもじゃないけど分母の方の医療体制というのはなかなかこう強化されないと。今なんとか任意でお願いしている中で数は中等症軽症で約1300、重症で236確保してますが、なかなかそこから増えていくのが難しいというのが現状です。で重症も236、重症を増やすのがもっと難しいんですけど、だから僕は重症センター作ったんですが、重症にしても重症にいる患者さんが今度はある程度こう治療を終えて今度転院させるというのが、転院先としてね、元いた病院でなかなか受けてくれないとか、元いた病院で治療を受けてたんだけどコロナになったからコロナ病院に行って、今度はもうほぼ治ったんだから元に戻ってよって言っても元の病院が受けない、やっぱりそれはコロナの応用というところもあるので、そういったところで全体の重症の治療をしてくださいというわけではありませんが、全体の中でこのコロナの対応していかないと、この医療体制という意味ではもう充実はなかなか強化しづらい状況になる。だから特措法31条の、議論を僕は持ち出しているという、検討しているというところでもあります。あと1個だけ、ごめんなさい、1個言ってなきゃ、受け入れの病院の中にもですね、クラスターが発生するなど、器具を持っている病院もあると思うんですけども、改めてはその府の方から例えば院内感染防止策を示されたりとかですね、するお考えというのはありますか？もうその手段はいくらでもありますので、そのノウハウもありますし、そして重層市民病院なんか本までも出してますしね、で研修なんかも我々もすでにやってますし、それについてはできるし、そして防護服とかそういった備品についても当然これも確保できている状況でもありますので、あとはもうその先やっぱりの問題としてはやっぱそういう僕が先ほど申し上げたところが一番大きな問題なんじゃないのかなというふうに思います。じゃあこの中で緊急事態宣言下の法上の措置として知事の権限というのは何なのっていうのを振り返ったときに、特措31条があると。で31条は医療関係者という意味でこれ読め止めるかなと思ったんですけど、読めるということなのであれば31条に基づいていろいろお願いをするというような、まさに緊急事態の状況で平時じゃないので、そこは医療機関の皆さん、民間とはいえこうやっぱ医療機関の皆さん、一定のレベルのある皆さんにはご協力をお願いしたいということです。ありがとうございます。ABC テレビの堀江です。お疲れ様です。ワクチンについて伺います。今同じ時間にワーキングの協議会始まっていると思うんですけれども、これから先、知事としてこのワクチンについてどういうスケジュール感でいらっしゃるのか、あるいはまたそれに対する期待感なども教えてください。ワクチンが全てを解決するとは思ってないですし、ワクチンでウイルスがゼロになるとは思ってないし、陽性者がゼロになるとも思ってませんが、ワクチンは非常に大きな明るい兆しだと僕は思っています。このウイルスについても重症化する方っていうのはほぼ見えてきてますし、リスクグループっていうのは見えてきてます。高齢者の方にやっぱり大きく偏っています。その中で、そういった高齢者の皆さんの命を守る
ことができるのであればね、まあ、その亡くなる方がゼロにはならないと思いますけど、重症化はある程度防いでいく、感染の市中の感染はある程度抑えていける、ワクチンが広がることによって、そういったことがある程度コントロールできるようになれば、これは今みたいにこの社会全体を抑えなきゃいけないということは回避できるんじゃないかと思っています。つまりある意味若い人とか仕事していると、これと飲食店の方ものすごくダメージを受けているわけです、このウイルスによって。なのでそれはワクチンもないし、治療薬も、まあ、治療薬いくつか出始めているけど明確なものというのがまだないという状況の中で、この社会全体を止めなくてもいいようになる、それが僕はある意味一つのゴールだと思ってて、それがその役割を果たしてくれる大きな可能性があるゲームチェンジャーがワクチンだと思ってますので、大きく期待をしています。で、幸運なことというか、先行してもうイギリス、アメリカ、ヨーロッパでワクチン接種が始まってます。もうすでに数百万単位のワクチン接種が始まってますので、まあ、いわゆるその安全性とかの面については先行事例がやっぱり できてくると、まあ、もちろん副反応はいくつかあると思いますが、このぐらいのワクチンの数に対してこのぐらいの副反応だっていうきちんと明確なリスクっていうのがある程度日本で広がる頃には見えてくるだろうというふうに思っています。で、その中でこのワクチン自体のその社会の止めなくても良くなるようなことになると僕は期待をしているというのが一番ワクチンに対する期待です。で、今後どうしていくかということに関して、もう大阪府ではワクチンの専任チームを立ち上げまして、特に市町村との協力が必要です。で、これはワクチンの実施するのは主体は市町村です。大阪府ではなくて市町村なので、市町村との協力が必要になってくると、円滑に府民の皆さんにワクチンが広く行き渡るためには市町村と大阪府が連携することが重要だと思っています。なので、まあ、本日このワクチンのワーキングチーム第1回の会議が、市町村との会議が今行われているという状況で、そこで課題を掘り起こして、そして円滑にワクチン実施ができるようにしていきたいというふうに思っています。で、タイムスケジュールで言うと、まあ、今日からこの課題をこうどんどん掘り下げていって、そして、この2月の、まあ、下旬に、まあ、始まるという総理の話ですけど、まあ、それは3月の実際大阪においてまず医療関係者は3月上旬ぐらいだというふうに思います。まず2月の下旬は国が先行して、医療従事者の一部に始めると、これが多分一番最初になると思います。そしてその後医療関係者100万人ぐらいだったと思いますけれども、100万人規模の医療関係者、これは全国で、でこれが3月の上旬、医療関係者に対するワクチン接種については大阪府が仕事ということになりますので、まさに今この募集をしているわけです。それぞれの医療機関にこのワクチンの打つ場所を確保していただけますかと、ワクチン希望者は何人ですかと、医療関係者の今聞き取りをしているというのが今の状況です。で、その取りまとめをこの1月22日に名簿の取りまとめをして、3月の上旬には医療従事者の優先接種は開始をしていきたいと思います。で、高齢者の皆さんにワクチンの接種が始まるのはやっぱり3月中旬から下旬ぐらいだろうというふうには思っています。これは国が交付されますから、国から交付が受けたらどんどんそれがワクチン接種ができる体制を整えていきたいと思います、今のうちに。で、最初に来るワクチンがファイザーのワクチンになると思いますが、そのファイザー製のワクチンについてはちょっと課題もいろいろあってですね、この運搬がマイナス70度でなきゃいけないということと、で、そのマイナス70度で運搬した後、このその接種までマイナス70度からこう常温というか、それに、まあ、溶かしてですね、それから確か 半日以内に打たなきゃいけないという、その条件もあります。6時間以内に打たなきゃいけないというような要件もあると。さらにロットが、まあ、これかなり実務的な話なんですけど、ロットが約1000なんです。1000ロットですから、それぞれの個別のクリニックでなかなかできるようなものではないんです。1000ロットで大きな単位できて、そして、まあ、冷蔵庫は今準備してますけど、冷蔵庫から取り出してから6時間以内に打たなきゃいけない。で、6時間後にこの1000の単位での話をするわけなので、そうするとかなり実務的には課題があって、やるべきこととしては集団接種のようなやり方じゃないとできないと思ってます。
なのでその集団接種の場所であったり、あとはあの予防接種するのはお医者さんがやりますから、お医者さんの確保であったり、まあ、そういったところについて今あの大阪のこのワーキングチーム今日立ち上げたところで、そういった細かな実務的な課題もなんとか積み上げていって、そしてもうできるだけ早く多くの方にワクチンが行き渡るような体制を今のうちに整えておきたいというふうに思っています。で、市町村にもやっぱりそれぞれあの特徴があって、大阪市のような大都市のところもあれば、あの町村もあるわけで、そういった意味では町村単独でどこまでできるかというのは当然これはありますし、大阪府がそういったところに入っていって一定のグループを作ってやるとか、まあ、そういった仕組みを作ることで、大阪府府民の皆さん全員、特にまあ最初高齢者中心、できるだけ早くあのワクチンが行き渡るように、していきたいと、そのことを、まあ、今日ある意味会議体として立ち上げたというところでもあります。よろしいですか。はい、次のご質問。 ABC の木原です。続けてすみません。特措法の改正について伺いたいんですが、政府の方であの緊急事態宣言を出す前の予防的措置として、知事に時短なり休業の要請並びに従わない場合は命令できるような方向で、案を考えているようですが、この改正の方向性についてはどう評価されますか。うん、まああの緊急事態宣言というのが最後の手段だという前提の中で、緊急事態宣言に至るまでの取り得る措置は取ってもらいたいという多分国の考え方だと思うので、それはそれで一理あるのかなというふうにも思います。あの知事に権限があればあるほど、知事としては当然その権限に基づいて責任も生じるわけですけれども、あの知事としての適切な対応を実行していくという意味では、そういった改正もあるんじゃないかとは思います。ただまあ本質のところはね、やっぱり僕はあの休業要請するんであればきちんと保証するというところがやっぱりあのメインの改正すべき論点じゃないかなというふうには思います。飲食店の皆さんも別にあの閉じたくなくて、あの要請があっても開いているところどうしてもっていうのは、あのやりたくてやっているというよりもやらないとどうしてもこれはもうダメなんだっていうところもあって、ちゃんと保証してくれたら閉じるよっていうところは、まあ、多分ほとんどだと思うんですよ、協力するよと。なのでやっぱりここの保証の部分っていうのをきちんと法制度化するっていうのが僕は重要だと思ってます。で、じゃあ保証って言ったって一社一社違うやんかと、まあ、完全な保証は無理かもしれませんが、今みたいに一律協力金いくらって やるのはちょっとやっぱり乱暴だと思ってて、それは小さなお店もあれば大きなお店もあるわけで、従業員がゼロのところもあれば従業員が20人のところもあって、まあ、バラバラなわけです。なので、まあ、一律保証って難しくても、保証っていうのは法律の概念に入れることによって、ね、条文化することによって、まずそこに法に、まあ、あの理念というのが出てきます。じゃあ保証って何なの、でも全部は無理だよねって考えたときに、あのその一定の基準なんかを作って、まあ、例えば5段階には協力金を5段階に分けるとか、あの、まあ、天井なしよはもうなしよっていうふうにやるとか、まあ、ここはあの考え方あると思うんですけども、そういった話もなってくると思うし、で、きちんとあの確定申告みんなしてるわけなので、それぞれのこの確定申告におけるあの情報なんかも使えば、あの振り込みも含めてできるわけですよ。でも今はそれ保証っていう規定がないから、あのそれはじゃあその情報を使えるのかっていう議論も出てくるし、あのもちろんスピーディーにね、一律の金額の方がスピーディーにできるけど、じゃあ保証にしてなんか段階に分けたらスピーディーにできないのか、審査が必要なのかといえば、まあ、確定申告の書類なんかも使っていいよということになれば、そこまで時間かからないわけですし、じゃあなんで今それ使えないのとなれば、やっぱり法律の中に規定がないので、あのじゃあ確定申告の書類なんかこう いくら国といえば勝手に使えるのかという問題も出てくるから、やっぱり法に魂を吹き込むみたいな、まあ、理念を吹き込むみたいなことが大事であって、僕は保証という2文字が一番重要なんじゃないかなというふうに思ってますから、それをぜひ入れてもらいたいと思いますね。まあ、ちょっとそれが難しいのかな、ちょっと議論として難しいみたいになってるんですけど、僕は本来そうじゃないかなと思ってます。で、さっきの医療の話もありましたけども、医療のところももちろん損失保障、それからあの損害保障というのが、まあ、あの61条だったかな、まあ、あの規定があるわけですけれども、やっぱり病院の皆さん経営者の立場で考えると、
もしこれがなんかとき保証ってどうなのっていうのは当然やっぱり考えたくなる分野でもあるけど、じゃあ実はそこのところはある程度この範囲で 見ますよということの規定だからこそ、休業なりそういったものを営業の自由をある意味侵害してでもお願いすると、その裏返しが保証だと思っているので、そこが僕は本質なんじゃないかなというふうに思います。そういったこともぜひ議論してほんま入れてもらいたいんですけど、なかなかもうこれまで要望してますけど、ちょっとそれがどこまで入るのか 100% になるのかどうか分かりませんが、ちょっとそこは国会でぜひ議論してもらいたい、まあ、これまでこれ要請している通りです。知事は補償という言葉にこだわりますか？つまり多分補償という言葉は国はなかなか入れづらいんだと思うんですが、実際自治体も協力金という言い方にしてますし、まずその補償という言葉にこだわるのかということと、それと今おっしゃったのは、もし法律に入ったとしても制度の話は政令とか省令の話になると思うんですが、どうやって補償するのかというのを国に任せるのか、それとも一括交付金のような形でもっと実際に下ろしてほしいという考えなのか、どちらですか？まず補償という言葉にはこだわります。そこが僕は本質的だと思ってます。で、法律なので全て細かく書き込む必要もなくて、立法者の意思はどこにあるのっていうのを示すのが国会の場なんでね、やっぱりこれは補償と協力金は全然違いますよ、意味は。でやっぱ補償しなきゃいけないじゃないのっていうのが僕本質的な議論だと思ってます。休業要請あるいは休業命令、罰則、僕は罰則には賛成だけど、罰則をするんだったら裏返しの補償なかったら別に何も悪いことしないわけですから、その要請に従う、その社会のために要請に従ってくれと、どうしても従わなかったらこれは罰則だと言うんだったら、応じた場合はきちんとこの補償っていうのを準備してなかったら、それは別にもともと今回行政罰になるみたいですけど、飲食店の方も被害を受けてるわけなんでね、社会のために協力するわけですよ。じゃあこの、それに対して閉じる以上、営業の自由がやっぱり実行できない以上、補償っていうのは本来あるべき姿だというふうに思ってます。なので条文上補償というのはやっぱりここは入れるべきだという考えで、これはもう一貫してます。で、その中でじゃあどうやってやるのと、いや、さっき言った通り、A 店舗 B 店 C 店全然ちゃうやんかと、スピーディーな支給なんかできへんのちゃうのっていう、やっぱりそういう問題点は出てくると思います。これはやっぱり実務上の問題点だから、完璧な補償は無理だと思います。でも補償っていうのを法律上の概念に入れることによって、じゃあその制度どうしようかっていうのは、ここからやっぱり賢い官僚が考えるわけですよ。政治家じゃなくて賢い官僚が僕は考えたらいいと思うんです。補償を入れるかどうかっていうのは、これは政治に法律に魂吹き込む話だから、これは政治家の仕事。でもその先の制度設計はやっぱり霞が関の賢い官僚がやった方が僕はいいのかなとは思ってます。で、その時に、僕の考えでいくと、やっぱり何段階かにね、それは従業員の数なのか、去年の売り上げなのか、あるいはその家賃なのか、いろいろこの規模っていうのはあって違います。だからそれ何段階かに分けて、てっぺんもつけた方がいいと思うんです、で、てっぺんつけたらそれ保証じゃないじゃないかと言われるかもしれないけども、でも保証という概念の中でやっぱりそのどっかでやっぱてっぺんを決めなきゃいけないと、制限を決めなきゃいけないと、それは保証が原則の上でねっていう理屈は十分成り立つと思うので、それで段階的にこの基準をクリアしたらいくらいくらっていうのを決めれば、あとはその振り込み作業と。で、振り込み作業も結局そのやっぱり確定申告のしおりがなかったらなかなか難しいかなとは思います、僕ら実務でやっててね。で、それを一個一個なんかこの事務を国しか確定申告の資料を持ってないので、データとしても国が持ってると思いますから、そこはちょっと国でやってもらわないと難しいのかなと思いますが、我々は役所でできることであれば全然協力して手足があるので協力してやりますが、役所にそういった所得情報はありません、ですので全てがこう自治体で、やるとなればそこはもう難しいのかなとというふうには なります。一律であれば自治体でできますけど、段階となってくると一個一個また確定申告の書類をもらって、それで一個一個審査していって振り込みってなったら、それこそめちゃくちゃ時間かかるので、それは実務的ではないだろうなとは思います。なのでその基準を作るぐらいまでは、僕は国でやって、ルール作りは国でやって、
確定申告とかそういうデータを作ってやると。で、自治体で協力できることがあればどんどんそれは協力するということでやればいいんじゃないかなとは思いますけどね。ちょっと今じゃあどっちがやるのということまで詳しくは考えてないですけれども、まあ、保証という意味ではその保証という言葉にはやっぱり僕は政治家としてはこだわるべきだと思いますね。でそれは実現できると思います、うん、で今はそうじゃなくて協力金だからあくまでも要請に応じた協力金ということで保証の対価とかじゃないんでね、冒頭僕申し上げた通り事業の大きさによってそれでなんとか大丈夫だというところもあれば全く足りないよというところが出てくるけども、飲食店側から見たらそうかもしれないけれども要はこれ保証じゃないので、ね、休業の協力金だということでいう制度になっちゃってるからもう一律金額からもう施行停止になっちゃうんだと官僚側も。なのでやっぱ法律の立て付けが重要なんじゃないかなと僕はものすごく思います。もう一点だけ特措法の改正関連で政府と自治体総理と知事の権限と責任の観点から伺いたいんですけども、まあ、先ほどの予防的措置も知事が、措置をしないんであれば、首相が総理が知事に命じることができるというような方向のようですが、そういうことも踏まえて、今特措法の改正の際にその知事と総理の権限の整理という意味ではどこを改正してほしいと思われますか。緊急事態宣言そのものを出すっていうのを都道府県知事の権限にしてもいいんじゃないかなと思いますけどね。ただその時に、やっぱエリアによって違うから、ただその時に知事の立場として思うのはもう地方の財政力って本当に厳しい中でやってるんです。大阪府もそうだし他もそうだと思います。でもうそもそもお札も吸えないですし、いわゆる記載を起こすっていうのも箱物は記載を起こせますけども、赤字国債みたいなのは我々制度としてありませんから、その中で、財政としては非常に厳しい状況の中でやっていってるっていうのが現実です。で その権限だけ来てもその財源力がなければこれはなかなか対策取れないので、その財源の手当というのはぜひこれはやっぱり国で考えてもらわないと今の都道府県単位では難しいだろうなと。どうしよう制みたいなのができたら別だったかもわからないけど、今の都道府県単位で都道府県の財政力からしたらそこは財政的な支援はやっぱりこれ国が見るけれども、具体の対策をどういうことを取っていくかということについては現場を一番よくしている都道府県で判断していくというのが一番僕はそこを突きするんじゃないかなとは思います。なので、今回緊急事態宣言も知事から要請して国が出すみたいなのになってますけども、そこはもう国の方もある意味財源はなんとか頑張って確保するから、もう全ての責任はもう知事でいけと、もっと知事の方にこう投げていくようなスタンスでもいいんじゃないのかなとは思いますね。権限と責任と、そこはちょっとずれちゃってるところがあると思うので、なんかどっちが悪いんだみたいな感じの論調になっちゃうけど、基本的にもう知事の責任だと。ただその代わり財政的な支援はこれしっかり国として、限度も当然あると思いますけどやっていくっていう中での仕組みにした方がいいんじゃないかとは思います。ただそこまで議論できないんだったら今の現実の中でやっぱり僕は保証だと思いますね。現実的な問題として。次のご質問お願いします。読売テレビ福島です。対策内容を明日からの対策内容のことでお伺いしたいんですけど、テレワーク7割削減、テレワークなどの推進で出勤者数を7割削減するということですけれども、民間の調査会社の調査とかだとですね、大阪、大体去年の緊急事態宣言の時とかも、3割程度ぐらいしかなかったと。で、東京でも5割程度なんですけれども、まずそのやっぱ大阪が特にその東京とかとも比べてテレワークが低いその現状についての認識分析とか理由が何かありましたら教えてください。あとそれに伴っての企業とか経済界に対しての呼びかけ、もっと強く訴えていかないといけないと思うんですけれども、どのように考えていますか。まず
東京と大阪を比較して、どこまでなんでこれが違うのということについては、ちょっとさまざま意見あろうかと思います。だからこれが正論というのはなかなかないのかなと思ってますが、東京の方がやっぱ進んでいるのは進んでいると思ってます。で、ちょっと僕も僕から聞いている話はあるんですけども、本当にそれが理由かなというところのもあるので、ちょっとここでも控えておきますけれども、東京が進んでいるのは進んでいます。オリンピックも控えてさまざまいろんな措置をやっている東京がテレワークが進んで、もともとやっぱりそういった土台があるというので進んできている部分はあろうかというふうには思っています。で、大阪においてもやはりこのテレワーク、そういう意味で大阪だけがこう少ないのか、東京だけが突出しているのかはちょっと比較する必要があろうかとは思います。他の他都市と含めても、大阪で、やはりそのテレワークがなかなか進まない、中小の企業がものすごく数としてもやっぱり多いと、テレワークがしづらい環境の中小事業者が非常に多いというのはやはりあるのかなというふうには思います。大企業のテレワークは結構進んできているわけですけども、中小企業のテレワークというのはなかなか数が少ないから進みにくいというようなところもあります。なのでこの大企業については何とかこうお願いをして、中小企業もちょっとテレワーク難しいところあるとは思うんですけれども、その支援策、相談窓口っていうのは今対応しているというところでもあります。なので、7割非常に高い目標ではありますけれども、少しでもテレワークを推進してもらって、この緊急事態宣言下においてこの人の動き、人流というのを下げることに経済界としてもご協力をお願いしたいなというふうに思います。正直7割、かなり難しい数字だと思うんですけど、そこはでも知事としては やるっていう、そこは目標を達すべくやるのか、それとも努力する程度なのか、その辺の心意気をお願いします。これは目指して頑張るということですね。というのも、完全にできないことをやるとは僕は思ってないです。で、分析すると大企業においては前の時に何割でしたかね、非常に6割ぐらいは言ってるんですよ。だから大企業はほぼなんとか達成できるんですけど、じゃあ中小企業でテレワークをどこまでやって、トータルとして大阪全体で7割いけるかというなると、そう簡単ではないというのが僕の現実的な認識です。でも当然これは国の基本的対処方針にのっとって動いていく、基本的対処方針7割減お願いしますというのが大きな国の方向性でもありますから、そういった意味で、中小企業の支援をしながらこのテレワークを7割は目指していくということを僕自身はぜひ経済界にお願いをしたいと思ってますし、中小企業でどうしたらいいのっていうのがあれば、相談があれば相談窓口がありますから、そこにご相談をいただけたらというふうに思います。いずれにしても今なんとかこの2月7日まで、できるだけ人の人流も抑えて、特に飲み会のような場面っていうのを抑えて、この集中期間をもって感染を下げていこう、今日は関西圏だけじゃなくて福岡とか中京圏でも決まると聞いてますから、この大都市圏でのコロナっていうのをなんとか抑えることで、やっていきたいと思ってますので、このテレワークについても目標を達成したいと思ってます。ありがとうございます。はい、次のご質問お願いします。日経新聞の大畑と申します。話ちょっと前後してしまい恐縮なんですけども、病床確保について1点だけ、民間病院の方を取材するとですね、そのコロナの患者を、公立病院でもっと病床を増やして、専門病院化するなりして、で民間病院はその他の治療をや担当して役割分担すべきだというような声もあるんですけども、実際その重層市民病院みたいな形で専門病院を増やす時の課題ですとか、それよりもやはりこの民間を含めて裾野を広げるべきと考えられる理由について改めてお聞かせください。どっちかっていうことではなくて、どっちもやっていかなきゃいけない状況だと思うんですよ。でこれまではやっぱり先行して、僕はコロナ専門病院も大阪ではやってきてるというふうに思ってます。いち早く重層市民病院、これは他の例えば出産だとかいろんな治療を受けてた、実施してたわけですけど、コロナ専門病院ということで大きくが方向転換してやってきました。その中でいろんな課題も出て、これはもうメディアの皆さんにも散々問題じゃないかってわーわーいろんな報道がされましたが、これはもう松井市長と、そして、まさに現場で働く医療の皆さん、それから看護師さんの皆さんのご協力も得ながらね、なんとかやってる、やっぱりそこに課題も生まれている中でもやってきたということでもあります。だからその課題がないといえば、それはそんな簡単な話じゃなくて、やっぱり課題はあるわけです。で、そこで看護師さんが必要になるということで、
これは大阪市の総合医療センターの方から応援を派遣する。その時に綾世代のいわゆる病棟については一旦閉じて、もちろんそれは治療を受けれるように他の病棟で受けているというのは聞いてますが、まあ、そういったこともしながら、だからそれはもう皆さんからもどんどん報道もして、あの医療崩壊じゃないかと、綾世代どうするんだと、まあ、様々皆さんからの報道も受けながらですね、あのやってきているというのがあの現状でもあります。だからあの公立公的病院で増やすというのもこれまでやってきてるし、まさに専門家病院なんかいち早くやってるわけなので、まあ、それはやってるし、これからもやっぱり考えなきゃいけないけども、だからといってそれだけで全てがやっぱり賄えるかというとそうではなくて、あのやっぱり裾野を広げて民間も公立もそのやっぱり公的公立病院が主軸になるのは当然だとは思いますけども、その中でもやっぱり民間病院も一定程度はその役割をお願いしたいというところなんです。なのでどっちかにこう寄せ合うとかじゃなくて、それどっちもやっていかないといけないんじゃないかというのが、あのこれ乗り越えられないんじゃないかというのが僕自身 の問題意識です。まあ、ちなみに大阪の全体の病床でいくと8万病床あるわけですけど、8万病床のうち1万病床が公的公立病院で、7万病床が民間病院ですから、あの病床単位でいくと当然民間病院の方が圧倒的に多いという中で、まあ、当然公立公的病院はコロナ中心にあの非常にこれは頑張って今やっているところでもありますし、まあ、すでに専門病院も作って、大阪府の医療センターでもどんどんコロナ中心であの広げていっているわけです。重症センターの場所もあれも結局急性期で作ってたりもするわけですけど、まあ、その役割は当然公立公的が中心になるわけですけど、じゃあその民間の病院の方はちょっともう公立にやればいいんじゃないかというところだけでもないんじゃないかというのが僕の考え方です。でも僕はその民間病院に全てお願いしているわけじゃなくて、さっき申し上げた通り一定の実力力があってそれができる病院については一生二生はお願いしますというところを今やっているということです。でそれ以外でも民間病院でも大きな病院受けて入れてくださっている方はたくさんいらっしゃいます。で民間大病院は大病院でやっぱりその他の病気の、ね、命を救う治療をやってるわけで、まあ、当然政策医療もやってるし、全てが政策医療とは言わないけども、やっぱりその高度な治療高度な命を救うことも大きな病院公立病院公的病院でやってるので、全てそこに寄せるっていうのも僕はちょっと違うんじゃないのかなとは思ってます。じゃあそれは一定そこでね閉じるわけですけど、本当にそこの、まあ、ある意味府民から見てどうなのかということを僕の目線の中では考えていきたいと思っています。ありがとうございます。はい、次のご質問お願いします。すみません、 NHK の佐藤と申します。宣言の協力金についてすみません確認させていただきたいんですけれども、すみません、先ほども話の中で要請をするからには保証をとずっと父もこれまでも言われてきたと思うんですけれども、ちょっと今制度としてできるのは協力金ということで、その昨日の囲みの中でもあったと思うんですが、改めて確認で、その特措法に基づいた要請の飲食店には協力金を出すけれども、その特措法に基づかないお願いの、その遊技場だったり運動場などには出さないという方向で今のところは変わりはないでしょうか。でこれま今後も検討とかないでしょうかというの。飲食店に、まあ、関連する取引先、まあ、材料を仕入れたり納品したりする、まあ、そういった一定のところも影響を受けるだろうというので、ここは、まあ、お願いしますというのを国にも要望し、まあ、国も、まあ、これは国の判断でやるという、まあ、経産省の事業としてやるということで、一定飲食店以外でもこの支援というのは一定は制度としてできたというふうには思っています。でそれ以外でも確かに映画館とか劇場とかいろいろこうお願いを、まあ、これ事実上のお願いをするわけですけども、まあ、そこ以外の部分について、これはお金がこういくらでもあるんであれば我々としても本当にお願いをする以上やりたいとは思ってます。でも先ほど申し上げたこの飲食店のこの支援だけで1600億円の事業です。で8.2のこの制度がもし適用されていくとすれば大阪府の負担分は350億円になります。事務費も入れたら350億円って言ったら、もう皆さん大阪府の財政もご存知だからすぐお分かりだと思いますけど、これだけで350億円の大阪府の負担となったら、来年以降の予算もうやっぱり考えなきゃいけないわけです。僕自身としては
そうするとそれ以外のいわゆる事実上のお願いをするところ、これはもう応じていただけるところ、応じられないところがあると思いますが、そこに対してなんかこう特別な大阪府独自の支援というのはちょっと財政的にも難しいということです。はい、次のご質問どうぞ。関西テレビの竹内です。一つ前 の病床確保の質問に関連する質問になるんですけども、民間病院を取材していると人手を出すことに関しては、1人2人でやったり全然出すことはできるけども、やはり自分の病院で受けるのは難しいという声もあって、重症センターのように臨時医療施設という形で軽症中等症病床を増やしていくということは検討されたことはあるのかと、もしその難しいのであればそこの課題がどういった点にあるか教えてください。それは今まさに検討してます、なので今ちょっといろいろ調整に入ってますんで、まだそれが一定程度形になったら皆さんにご報告をしたいというふうに思います。先ほど申し上げた一つの大きなデメリットとして、じゃあ我が病院で受け入れた時のいろんなリスクがこれあるじゃないかと、受け入れたい気持ちはあるんだけどどうしてもこれは無理なんだっていうところでも、我が病院じゃないところでじゃあそこでやるんだったら応援するよっていうのは、これは経常のリスクからこうそこは切り離すことができます。で、看護師さんについては今1ヶ月70万円 の人件費というか、それは役所で負担すると。そして派遣出してくれた先の方にも確か100万円規模だったと思いますけども、抜けた分 の穴埋めというので財政的な支援の制度があります。なのでそこを活用できないのかというのは僕の頭の中には当然あって、じゃあその箱の部分どうするんだっていうところを今ちょっと検討しているというのはあります。でその時に、やっぱり今民間でこの協力していいよという方、本当にぜひそこはね、その残念だったら協力をお願いしたいなと思います。全体の医療費でいくと、国保 の国保料の来年の国保料でいろいろ僕ら担当部でやり取りしたんですけど、やっぱり今年全体の医療って減ってるんですよ。供給量って明らかに大きく減ってます。つまり全体の医療供給量が減ってるっていうことは、医療資源としてはやっぱり使ってない部分がたくさんあるっていうことなんです。全体減ってるわけですから。でも医療崩壊の逼迫度って言われて、コロナとかでぐわっと大病院なんかでは本当にこう回らないような状況になっていると、やっぱりここにアンバランスが必ず生じているので、そういった意味ではそういったなんとかこう箱を準備することで来ていただくということができないかというのも今検討をしてます。並行してちょっと形になったらまた皆さんにご報告はしたいと思います。ただそこでも、そこでぜひ協力していただきたいと思いますけどね。スケジュール感としては全然まだ見えてないような状況なんですか？いや、もうだって600人規模の陽性者が出てる段階ですから、このままいけばどんどん陽性者増える可能性も当然あるし、今の数でいくと中等症軽等症も非常に厳しいですから、スピード感を持って対応していくということになろうかと思います。ありがとうございます。毎日放送柳瀬です。緊急事態宣言に関連して、西村大臣がですね、ランチも含めて、極力外食っていうのは控えるように呼びかけているようで、夜は8時までの時短営業の要請っていうのはしてますけれども、昼間についてもできれば外出の自粛をお願いしてですね、家庭での食事をお願いしたいというふうに政府の方では呼びかけているんですが、知事としてはその点についてはどのようにお考えでしょうか？食事の形態だと思うんですね、大臣がおっしゃっているのも。ちょっと詳しくまでは把握してないですけど、大臣がおっしゃっている、僕もニュースでは見ましたけども、趣旨としてはやっぱり食事の形態なんだろうと思います。ランチだっても一人で飲食するんであれば、それは別に感染リスクが高いわけではないし、例えば仕事をこれするというのは、もう今回の町全体が完全に仕事辞めてくれって話じゃないので、やっぱりサラリーマンの方とかテレワークを推奨しながらもやっぱり出勤される方が出てくる。じゃあ昼ご飯どうすんねんって話になった時に、それランチに行かれる方も昼ご飯食べなきゃいけませんからね。僕だってそう、僕は弁当ですけど食べなきゃいけなかったりすると、その中でそういったリスクの高いランチの取り方っていうのは避けてくれという趣旨だと思いますので、
それランチタイムでもこう酒飲んでわーってどんちゃん騒ぎにすれば、それは昼も夜も一緒なんでね。でも、まあ、ランチはやっぱり取らなきゃいけない、外に出たらやっぱ昼ご飯食べないといけませんから、その中で、まあ、リスクの高いランチはのやり方は夜と同じようにリスクがあるんだよということを大臣はおっしゃりたかったんじゃないかなと、そういうふうに理解をしています。あとまあ、コロナの関連の死者数がですね、まあ、大阪、昨日時点で691人で、東京が、まあ、690人と、まあ、死者数に関して言うと、まあ、大阪の死者数が、まあ、東京の累計を超えるんじゃないかというふうな形になってますが、まあ、高齢者施設でのクラスター、医療機関でのクラスターというのが、まあ、大阪では多くて、まあ、そこが死者数の増加の原因にもなっているとは思うんですが、改めてそこに対しての今後の対策であったりですとか、まあ、高齢者施設での検査のあり方についての考え方、改めてよろしいでしょうか。まず高齢者施設においてはの検査ですけれども、今もし一人でも陽性者が出れば、これも全件検査をすると、そして、まあ、クラスター性をなんとか極力抑えていくという方針でやってます。それから少しでも症状が出たら検査を受けるということを推奨してます。ですので、その少しでも検査症状が出たら検査を受けていただいて、そしてそれを対応していくということを今やってる。でそれだけじゃなくてですね、高齢者施設の専用の検査センターを設置をします。でこれはまさに今準備をして、1月中にもできれば実施期間設置したいと思ってますが、まあ、どういうことかというと、趣旨としてはもう無症状でも全員検査するというのはなかなか大阪府の単位ではもうできません。職員20万人いらっしゃいますから、利用者90万人いらっしゃるので、できないわけですけど、ちょっとでも症状がある方については直ちに検査できるようにすると、それは今もやってるんですが、そのハードルをできるだけ低くするという意味で、もうスマホで検査の申し込みをすれば、それだけで検査ができる仕組みというのを今作ってます。でそれはそういった検査センターというのを作ってですね、その高齢者施設にの職員から、まあ、スマートフォンでちょっと症状があるので検査したいというのが来れば、もう直ちに、その検査の手配をして、まあ、これは唾液検査になりますけど、それを直ちに実行して、もし陽性が出たらその保健所またになっていくわけですけど、それを行政検査でやるという仕組みを去年の年末からもう作り始めていますから、まあ、これを今年の1月にも、まあ、今月中にも確立してやっていこうと。まあ、検査を充実させることで、全員検査ってなかなか難しいけれども、何らかの症状がある人はもう直ちに簡単に検査ができる仕組みっていうのを、やっぱり高齢者施設ではなんとか実現させてですね、この対応をしていきたいというふうに思ってます。まあ、ちなみに高齢者施設っていうのは東京より数が多いですからね、大阪の方がそもそも人口少ないのに、まあ、やはりその高齢者問題っていうのは実は大阪で先行している問題、そもそもの生活として高齢者の方が多くて、独居の方も多いし、施設も実は大阪が東京より多いという環境の中で、一方でしかも大都市でもあってコロナも広がりやすいという状況が、やはりその高齢者施設に広がりやすいという環境になってますから、なんとかそこの検査体制をさらに強化していきたいと思っています。ありがとうございます。はい、次のご質問お願いします。すいません、大阪日新新聞の山本と申します。ワクチンのことでちょっとお聞きしたいんですけれども、改正予防接種法の中では、このワクチンの接種については、まあ、国民の努力義務というふうに位置づけられていると思うんですが、まあ、ワクチン接種に関して、まあ、様々不安に思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、仮にこのワクチンの接種率が思うようにこう伸び悩んだような時にですね、何かこう実効性みたいなものを持たせた方が良いかと思われるかどうかというのが1点と、あとこのワクチンの接種、まだ今後これからだと思うんですが、国民の大半の方が接種受けられると思われるかどうかというのを2点教えてもらえますでしょうか。まずワクチンについて大事なのは安全性だと思ってます。なので副反応がどのぐらいの割合でどういったものが出るのか、これはやっぱり明らかにすることが一番大事だと思っています。でここの点については先行して、ヨーロッパやアメリカなんかでもどんどんワクチン接種が進んでますから、ある程度のこの状況というのはやっぱり明らかになってくると、現実の
事実として。でそれ以外にも当然医学的な観点から審査するわけですから、医学的な観戦をして安全性、有効性が確認されたものが承認されるので、まずはそこで厚労省の、医学的な基準というのは当然まずはクリアすると。それは当然の大前提で、プラスやっぱり事実上の問題点として、アメリカやイギリス、ヨーロッパでどんどん進んでますから、副反応 の報告もこれから出てくると思います。でそういったことも当然情報源としては市民の皆さん、国民の皆さんに共有するということが大事だと思っています。その上で、やっぱりコロナによってお亡くなりになる確率というのは高齢者が非常に高いわけです。それからコロナが広がることによってこの社会を止めなきゃいけないと、それによって経済が止まる、経済が止まれば失業者も出てくる、倒産するところも出てくる、失業者、失業割合が 1% 失業率が増えれば2000人の方があってはなりませんが命を落とされる、そういったデータもあると。まさにそういった意味では命なんです、経済の方も。なのでその経済を止めるっていうこの本当に強烈な副作用が伴うことも、ものすごく大きなダメージ、命にとってのダメージなので、これもなんとか回避しなければいけない、ワクチンはそのゲームチェンジャーになる可能性があると思ってますが、普及しなければ当然これは今と変わらないということになります。なのでこれをどう普及お願いするか、最後はこれやっぱり努力義務であって強制はやっぱりできないと思います。今の日本の民主主義法律の立て付けの中で強制はできないとは思います。だからそういった情報公開というのを徹底的にまずやるというのが一つ、とやはり我々政治家、僕も含めた政治家がどうこれをこう発信していくのか、あとはもう皆さんマスコミメディアの皆さんがどう発信していくのか、そこにもう大きく関わってくると僕は思います。情報は全部公開した上でね、副反応ゼロはないと思うので、こういう副反応がある、でもそれをせずにどんどん広がったら今みたいにコロナで死ぬリスクとか医療崩壊のリスクとかもっと大きなリスクがたくさんあるわけで、もうどっちとってもリスクゼロがないんですけども、コロナのが広がるリスクってのはものすごく大きいっていうのはあるわけですから、それを少しでも減らしていく、それはやっぱりワクチンが広がらないと減らないので、やっぱりメディアの放送の仕方、報道のあり方っていうのも非常に重要になるんじゃないかなとは思います。もう一つはやっぱ政治家の発信ですよね。あとはもう徹底した情報公開、それによって信頼っていうのが生まれてきますので、一定副反応出るけどもやる必要があるんじゃないかというのが出てきますから、リスクコミュニケーションという意味でも、いやこれワクチンの副反応圧倒的に危ない、例えば1例2例事例が出たとしてね、重大事例とかそういった事例が出たときに、わーっとこんな危ないワクチンどうしようもないよみたいなことをメディアの皆さんがうわーってなったら、もうそれはもう一挙に広がらないと思いますよ。だからそこはどう報道するかメディアの皆さんの報道の自由がありますが、社会に与える影響という意味ではコロナのままのこの状況というのは僕は非常に大きいから、ワクチンというのはやっぱり広げていきたいと思ってます。なので僕はワクチンの意味というのは2つあると思ってて、1つは高齢者の皆さんの命を守る、重症化を防ぐ、これが1つ。もう1つのワクチンの意味は若い人、若い世代の命を守る、若い世代の生活を守る、若い世代の仕事を守る、これがワクチンのもう一つの効果だと思ってます。今はワクチンのない状況の中なので、若い世代の皆さんも何とか協力してある意味犠牲になって高齢者の皆さんの命を守るということをやってるんです。これも事実だと思います。でも今度ワクチンができたときは高齢者の皆さんがワクチンを受けることで若い人の生活や仕事を守る、そういう側面もあるんだということを僕自身は訴えていこうというふうに思ってます。だから自分の体のことだけじゃないんですということは僕は訴えていこうと、若い人の生活を守るためにも高齢者の皆さんはワクチンを打ってくださいというのを訴えていこうというのが僕の政治家としての考え方です。ただちょっとまだワクチンが日本に入ってきてないし、そこの副反応とかそういうのが当然ある程度明らかになると思うので、それは3月ぐらいの話になると思いますけど、僕は今そういうふうに思ってます。はい、次の質問お願いします。読売新聞の太田です。一点ちょっと確認させていただきたいんですけども、先ほどの質問の中で、臨時医療施設に関して検討していて、調整に入っているというお話がありましたけども、それはいわゆる重症センター2期のことを指しているのか、それとも軽症中等者患者さん向けの施設などを想定しているのか、ちょっとお願いします。中等症軽症これについてです。重症センターの2期については、これはまず
そもそもできる時期というのがかなり先ということになると思ってますし、まあ、今回も含めてそうですけど、重症を扱うお医者さん、看護師さんを集めるというのはものすごく大変な中で僕やりましたから、もう2期というのが果たしてこれは実行すべきなのかどうなのかというのも少し考えたいと思ってます。で、中等症軽症についてはやっぱり専門的な知識知見はその重症ほどはやっぱり必要にないというのも専門家からも聞いてますので、中等症軽等症は本当にその範囲を広げる可能性がまだまだあると思ってます。重症はどうしても ICU の設備がいるし、人工呼吸器使える人がいるし、ものすごく限られてくるんですけど、病院にそもそもそんなにない ICU というのは、大阪でも500です、緊急救急入れて600ぐらい、東京でも800ぐらい、救急入れて1000か、だからもともとあんまないんです、ICU の施設っていうのは。だからそういう意味では、中等症、軽症っていうのはまだまだ広げれると思ってますんで、あれは酸素が通っていれば、酸素マスクのあるところだったらできますので、そこの施設のことを想定してます。ただそこの施設っていうのを、新たに作るというよりは、まあ、今いろんな医療機関がありますから、そこで使ってないベッドなんかもこれはあります、あるところにありますから、まあ、そういったところを今ちょっと集約しながら、そこを一つの医療機関として、でもそこで足りないのはやっぱり医療従事者なんです。それをなんとか先ほどの質問にもありましたけども、民間の皆さん力も、医療従事者の力もお借りしてね、できないかなというふうに今考えているということですから、2期の話ではないです。で、軽症中等症の話です。はい、他にご質問ございますか。はい、どうぞ後ろの方からどうぞ。フリーランスの原田と申します。よろしくお願いします。はい、新型コロナの、PCR 検査についてですが、この、PCR 検査の信頼性について、さまざまな課題があると指摘する声があります。例えばですが、維新の会柳瀬参議院議員が、昨年12月の国会で現在の PCR 検査でのサンプル遺伝子の増幅回数を示す CT 値、この設定が高すぎるために、微量のウイルスあるいは死んだウイルスの遺伝子検出につながる可能性が高く、そうした場合陽性判定を受けた人、その人がどのくらい他の人に感染力があるのかという趣旨のご質問をされ、厚労省の審議官が PCR 検査の陽性判定、これは必ずしもその人に感染性があることの証明ではないとご答弁をされました。つまり他の人に感染させる可能性がない人まで隔離してしまっている現状があるのではないかという、議員の指摘ですが、この件について知事は把握されておられますでしょうか。その柳瀬議員の問答のやり取りまで詳細は把握してませんが、その問題意識については把握してますし、理解をしてます。もういいですかね、そのまま話しても何かありますか、質問もういいですか。ってことは、PCR の陽性者と感染者は違うっていうご認識を今お持ちということでよろしいでしょうか。そうです、陽性者と感染者は明らかに違います。でこれはもう僕がいろんなところで感染者とか陽性者っていうのも一緒のような使い方をしている時があります。でこれは今日の感染者は今日の陽性者とかこう言って、まあ、いわゆる一般用語として、そういうような使い方をしてます。でもこれ厳密には感染者と陽性者っていうのは僕は違うというふうに思ってます。でここはなかなか伝わりにくいところがあるので、まあ、感染者陽性者と分かりやすく言ったりする時もあるんですけども、明らかに違うと思ってます。で僕の中ではやっぱり感染者っていうのはやっぱり それに感染して他に感染させる力がある状態で、 PCR で陽性っていうのは陽性者のあくまでもこの PCR で陽性になった人っていうのが陽性者であって、それはイコール感染者ではない。人に感染させる力がなくなっている人もこれはやっぱり陽性者にもなるし、偽陽性の話だってあるし、陽性に出たのが陽性者であってイコール感染者ではないっていうのは僕の頭の中では十分理解してますが、まあ、一般用語で使うときにはそこはまとめて使っているときはあります。で問題意識として、思うのが
あのおっしゃる通り CT 値の範囲が、まあ、あの他の世界の諸国と比べて日本はかなり厳しい CT 値の範囲を設定しているので、つまり人にもう移す状況じゃなくなった人まで陽性者として拾っている部分はあるんだろうなというふうに思います。昔あの巨人の選手がなんかあの出てあの 美容生とかよく分からない言葉が生まれましたけども、たまああいうのもそうなんじゃないかなと思いますが、あの非常にあの小さな値であの陽性、つまり本来人にもうつす状況じゃなくなっているのに陽性として出てしまう、でその人自身も陽性者として、扱うこと、それによってあのもう不必要な対応が生じているんじゃないかという問題点は、僕自身もそれはあるだろうなというふうに思っています。で特にこれ顕著に実務上顕著になるのが退院の基準ですけれども、昔は PCR であの陽性あの陰性がこう2回出ない限りは退院基準を満たさないということでしたが、今はそうじゃなくて、症状発生から10日経つ、そして72時間以内にあの症状が改善しているということがあれば、あの PCR 検査することなく、まあ、人に移すしかないという判断のもとで退院基準を満たすということになっています。でそれでじゃ退院させようとしたときに、今度は大きな病院でそれをやって退院させようとしたら、元いた病院に戻そうとすると、元いた病院からすると、いやこれはあのもうこうきちんと検査しないと受け入れませんとか、あるいはいろんな受け入れられませんという、そこ の, あのベッド の, このやはりその本来あの使わなきゃいけない人にまでなかなか使いにくくなっているというところの問題点は、あのこのところにあの陰性検査のところでは出てきているなというふうに思ってますので、あの PCR 検査の中で陽性者と感染者はあの違うとは思ってます。ただそれはも 国の統一した基準でやらないと、大阪だけ独自になんかこうあの CT 値勝手に変更してあの意味はやれ変更すれば、それはやっぱりおかしなことになるので、あの国において方向性は決定していくべき問題じゃないかと僕は思ってます。6日から新規陽性者数が増えたっていうことが、まあ、一つの今回緊急事態宣言発出 の要請を出した根拠になってますが、この6日から増えたこの新規陽性者っていうのは感染者とは違うという理解でよろしいでしょうか。その陽性者です、正確には陽性者です。でその感染、当然感染させる力がある人もが当然メインになってくると思いますが、その中で現実見たときに CT 値がどうかっていうのでは、人はあのそれぞれやっぱり違う数値っていうのはあのありうるんじゃないかとはあの思いますが、ただそこも国全体のコンセンサスっていうのがない限り、大阪独自で判断することは不適切だし、その必要もないだろうというふうに思っています。現状では、では新規陽性者を基準に今回の緊急事態宣言発出をご判断されたということでよろしいでしょうか。そうです。でそれだけじゃないですけどね、まあ、増え方とか、この2日間の伸び方、それまでの医療体制の逼迫、冒頭僕はいろいろ申しましたけど、そういったことを踏まえて、まあ、当然ステージ4の基準に、まあ、達しているわけですけど、ステージ4の基準に達しただけじゃなくて、増え方の角度であったり医療の逼迫状況なんかも含めて、トータルでというか、まあ、基本基準4ですけども、このままいけば医療体制が崩壊する可能性が高いと判断したので、緊急事態宣言の要請をしたということです。決して陽性者 その数だけで決めたというわけではないです。先週の対策本部会議での資料やそのやり取りでは、特に感染者数と陽性者数というのは特に区別がなかったというふうに理解していますが、今後はでは内容によって新規感染者数と新規陽性者数っていうのは区別して会議でも扱っていかれるっていう可能性はございますか。いや、それは国において、この陽性者というのを定義を定めてますから、陽性者を基準にして判断していくということになると思います。大阪だけ独自の何かこう CT 値の考え方を用いて、やっていくということはないと思ってます。ありがとうございます。はい、他にご質問。ただおっしゃった問題意識っていうのは、確かに僕も問題意識として持っているところで、ここは陽性者イコール感染者ではないので、この CT 値含めてこの扱いをどうするんだっていうのは、もう少し本質的な議論をやっぱ国でやって、で都道府県これバラバラだったらぐちゃぐちゃになるので、統一してやっていく必要があるんじゃないかと僕は思ってます。はい、どうぞ。
あ、追加です。すみません。毎日新聞石川です。首都圏の方では緊急事態宣言の発令に伴って、鉄道の終電の繰り上げなんかの動きもありましたけれども、大阪はこういったあの発令に伴う鉄道会社への要請のお考えとかありますでしょうか。首都圏においての終電の切り上げはもともと決まってたところで、それは確か3月ぐらいにやるの決まってたのが、まあ、緊急事態宣言が出たので、であるならばもうこの際繰り上げようという趣旨で上げたと思いますから、その大阪にはそもそもその予定はないということと、まあ、それ以外の別の理由でもともと終電時間繰り上げの議論が出て、それはやりましょうという形で進めているので、今回この特別これが起きてもともと予定してない繰り上げをさらにやってくれということまでは考えてはないです。ありがとうございます、はい、他によろしいですか。はい、それではこれで終了いたします。ありがとうございました。